院長、質問が来てます、はい、インプラントを入れていても MRI 検査はできますか。これね、よくある質問なんですけど、インプラントをしている方で MRI 検査できないんじゃないかということを聞かれたり、私がいつも行ってる病院にも、まあ、MRI とか CT の前にはインプラント入れまってますかという項目があります。これはその項目にはチェックしてもらったらいいんですけど、結論から言いますと、インプラントをしている方でも MRI 検査、CT 検査を受けることができます。ただ、検査の前に私はインプラントが入ってますという項目にはチェックしてもらったらいいんですけど、心配ないので安心して検査を受けてください。よろしくお願いします。